今日はスノーマンの向かいについてジャーニーさんが話すみたい。私は中華料理屋に行ってくるけどね。バイバイ。ちょっと待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。スノーマンで唯一包茎手術をした向かいいるでしょ。いるね。あの子は日本語だけでなく英語も苦手なの。日本語も苦手なの？ちょっと前にあの子のブログを読んだんだけど、あれは友達との会話よね。そういうテイストにしてるだけじゃないの？めっちゃ暑いですけど大丈夫ですかって書かれてたのよ。ファンと親近感出すためでしょ。嘘。それでも小学生の作文よりひどい内容よ。で、英語は？スノーマンのニューシングルジューシーが読めなかったの。どういうこと？ずっとジェシーって呼んでるの。ジェシーはストーンズだよね。だからあの歌でジェシーがスノーマンに加入すると思ってたのよ。そこまで来るとアホすぎて可愛いね。だから MV では一人だけジューシーをジェシーって言ってるんだよ。スノーマンは痛いやつが多いね。滝沢にメンバーに一般常識を学ばせるように言わなきゃ。向井はスノーマンって英語で書けないだろうね。